はい、今日も将棋ウォーズやっていきたいと思います。お前がこっちだ。お、一級の方ですね。右四間飛車の方。うん、まあ、右四間飛車誘ったらしてくるんじゃないかな、普通にシンプルにね。うん、そうですね、シンプルに三間飛車、右四間来そうですね。袖飛車なんで形が違うんですけど、まあ相手が三間飛車警戒してるって感じかな。取りましょう。さて、どうすんだろうねこれ。まあそうだな、ついてきたらまあ突き返すか。飛車先歩を打っちゃ絶対ダメだっていうのだけは分かるね。うん、まあ、王様囲っときますか。畳の囲い、エルモ囲いですね相手はね。さあどういう風に攻めていきましょうかね。まあでも銀は動けないからいいんでしょうけど、なんかね歩をちょっと狙ってきます。どうしますかねこれ。意外と動きづらいんじゃないかな。塞いできた。塞いできた。こういったらまあ一回下がりますか。そうだっすね、これは動きづらいな。金をどっちで使うかだよね。結構危ないのかな。さあそうだな、押しかけると危ないか。まあでも美濃囲いでいいか。美濃囲い、さあどうしますかねこれ。玉とプレッシャーがかけときたいんですけど、なんか仕掛けてきますか。ああそっちに来るんだ。確かに確かにこれは嫌かもね。さあなんかぼんやりもしてらんないしな。ぼんやりはしてらんないですね。こっちから仕掛けることはなさそうかな。金が上がってきたりするのかな。と様子見てみましょうか。どういう風に来るんだろう。歩ついてくるのかな。あ、歩ついてきた。まあ歩つきならまあ別に別にって感じかな。月は別にって感じかな。さあこの時どうするんだろう。まあでもそうだね、桂馬跳ねといて成り捨て。
り捨て。取ってなって取って。なって。って感じか。いや、確かにこれは嫌か。まあ、ちょっと寄っときますか。しっかり受けとかないとね、怖いですよね、当たるとね。さあ、どう来ますかね。まあ、歩取ってくんのかな？取ってきたらどう取ったらいいんだ？角、銀。なんだろう、これは。ちょっとわかんないですね。どういう手なんでしょう、これは。さあ。ついてくる？ああ、そういうこと？歩なってくんのか？いやでもこれってどうなんだろう。でしょ。角で飛車なってきたら嫌だから、確かにこれ嫌か。逃げといて、さあ、角取ってくんのかな？角取ってきて。叩きの歩。叩いといて。まあ、この辺をうまく戦いたいですね。さあ、飛車なってくんのかな？飛車なってきたら、まあ、こっちも慣れるっていうところで大きいかなと思うんですけど。さてさて、どうしますか。受けてくる？受けてくる可能性もあるか。手が広いですからね。飛車と飛車でどう攻めるか。金があるので、金はでもまだ使えないかな。まあ多分飛車は見捨てないと思うんですけど、香車取った後どうするか。強者。ああ、そういう感じ。これはでもシンプルに。シンプルに受けたいけどね。なるほど、角の位置ずらしてこるってことか。5分。まあでも取るか。まあ、これでどうする？
飛車。まあ、一回飛車かわすのもありだけど、うん、難しいね。どうだろう。どう使うのが正解なんだろう。金打ったら？金打ったらでも角捕まってないか。わかんないけど。さあ、なんか優勢な気がするな。シンプルに、シンプルに優勢な気がする。これは取るか。そうですね、これで行きますか。飛車打ち込みたいけど、どこに打ち込むかだよね。まあ、銀上がる手がどういいかどうかわかんないんですけど。なるほどね。そう。桂馬むずいな。角、これ飛車狙ってんのか。またさあどうきますかね。桂馬取っといて、で飛車取ってくるでしょ。同金に、うん、金で取っといて、さあだんだん難しくなってきましたね。飛車打ち、そこを叩いて、さあ桂馬どっか、桂馬ですね。これは桂馬で勝負したいね。さあこの瞬間が甘いんだよね。どうしようかな。銀が出る。桂馬打っといて取ってくるのかな。取ってきて同玉で、迫りたいけどな。香車、2分30秒。うんうんうん、いいね。香車、強者ね。どうするか、どうするか。いや、むずい。むずいぞ。2分。むずい。飛車ね。さあどんどん厳しくなってきましたよ。
こっちも厳しいんだよね。さあどうする。いやむずいな。どういう技が効くんだろうな。桂馬。桂馬と香車と角。いや、こういう時にね、なんかひらめきが欲しいですよね。桂馬打つ。ここ結構駒効いてんだよな。この銀が邪魔だよね。1分30秒。まずいな。これ結構まずい気がすんな。いや、これまずいな。金で。行かれちゃうよね。直打ちでも桂馬が効いてんのが鬱陶しいんだよな。なんか生産できねえかな。いや、これむずい。どうする？変かな。これはまずいか。30秒。いや、これはまずいな。そうだよね。20秒。いやーまずいね。この瞬間詰んでないからもう行くしかないんだよね。10秒。行くしかないんだけど、桂馬で時間切れ。あー、そっか、時間切れか。ちょっとまたね、攻めの最後が終盤ですね。ちょっと終盤がちょっと見直さないといけないな。まあ、途中までいい感じさせてたんで、まあ、感触は悪くなかったっていう感じですかね。はい。しっかり見直してまた次の対局に備えたいと思います。ありがとうございました。